日野です。今回はですね、何も考えてないんですけれども、最近僕自身が非常にこう重視しているということなんですけれども、自分のその器を広げるということがね、すごく大事だなと思うんですよね。器以上のものは入ってこないっていうことをどっかで前もお伝えしたと思うんですけれども、自分の器っていうものを広げるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。で、前回の映像でちょっとね、これそういえば画面がこう途中でグラッとなってたんですけど、やっぱり緩んでました。この後ろの部分を固定することによって今ちょっと安定的に、ね、なりましたので、大丈夫だと思います。で、昨日ですね、ちょっと髪を切ってちょっとだけさっぱりしたかなということでなんですけれども、その器を広げるっていうのは、これ、お金に対してもすごく重要だと思うんですよね。で、福六寿っていうことを僕自身よく言ってるんですけれども、福六寿の福っていうのは、っていうのは人間関係、幸福なんですけども、その人間関係で、六っていうのが、お金豊かさ、十っていうのが、寿健康ですよね。その三つが人間のね、大きな三つの悩みであって、この三つが解決されれば人間っていうのは、ほぼほぼもう幸せな状態だと思うんですよね。どんなにこの健康がいい状態であっても、お金がないという状態だとやっぱり苦しいですし、逆にお金がどんなにあっても、癌になったとかね、健康を損なってしまっては、これもまた意味がないと。で、どんなにお金があって健康であったとしても、人間関係がですね、良くなければやっぱり孤独になりますし、今孤独死っていうことで言われてますけれども、やっぱりその人間との、他人との、周りの人との触れ合いっていうのがすごくね、やっぱ重要なわけです。大事なわけです。だからこの3つっていうのが連動して、うまくこう歯車が回って噛み合ってね、いくことで、僕たちはより相乗効果で幸せになっていけるんだと思うんですよね。で、その中で、6のお金豊かさっていう面で見たら、その自分自身の器、お金の器ってやっぱあると思うんですよ。これは、七沢健二先生っていうロゴストロンとか、あるいは言霊の、権威の方がいらっしゃるんですけれども、その方がおっしゃっていたそうなんですけれども、人にはですね、お金の器があると。だからその器以上のお金っていうのは、得たとしてもすぐ無駄にこう使ってしまうか、浪費してしまうか、そういうことが起こってくるそうなんですね。あるいはそれ以上のお金っていうのはなかなか得られないと。だから、例えばキャパが1000万だとしたら、1000万以上のお金っていうのはなかなか貯めることが難しいそうなんですね。で、それはもうお金の器を広げていくしかないわけですよ。で、お金の器って人それぞれあると思うんですけど、そのお金の器っていうのは自分で、いろんな経験していく中で広げていくことができると思うんですね。経験と学びの中で。だから、僕自身は、お金の器っていうのは、その今の状態、現状としてその人それぞれあるんですけれども、それは決してその瞬間の、ね、状態であって、いくらでも広げていくことは可能だと思うんですよね。だからそのことを、僕自身も、今まではですね、もう本当にそういうことってあんまり考えてなかったんですけれども、ただこうお金を得て、それを自分の自己投資に使うっていうことしかほとんど頭になかったんですよね。だから自己投資、とにかく、本とか教材とか、いろんな、有料のものとか、そういったものに、投資するっていうことをひたすらしてきてたんですけど、じゃあそのお金の器を広げるにはどうしたらいいか。お金っていうのはやっぱりこう循環させていかなくちゃいけないし、自分がその人のためにとか他人のためにってなった時に、お金っていうのはやっぱりあった方が、貢献できるなって思うんですよね。お金がない貢献っていうのももちろん
ろんあるんですけれども、でもお金があって、その上で物質的精神的な貢献っていうのがよりできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば、まあ、僕自身で言ったら健康のことをしてますから、この健康のことをですね、もっとこう伝えていく、あるいはその健康で悩んでいる人たちを、なんとかいい方向に持っていくために、例えば一つのこう例として、前そのフランチャイズでやっていた時に特にそういう思想というのか考えがあったんですけれども、そういうですね、場を提供する、そういう施設ですよね、そこに行くことで、人々が健康になって、本来の、生き生きした状態になる、そういう場の提供ができればいいなっていうのは、まあ、常々僕自身もなんとなく漠然とですけれども思っているわけです。だからそういうものを、施設を作るためにはやっぱりその莫大な資金っていうのも当然、ね、必要になってくるわけです。でそれは自分で、出すっていう、自分で貯めるっていうのももちろんなんですけれども、それ以外に人との協力がなければできないことでもあるわけですよね。でそのためには、やっぱり人脈とか、お金とかいろんなことが必要になってくるわけです。その意味で自分のその、能力のそのキャパ、自分のその魅力っていうのを広げていく必要もあるでしょうし、自分の器を広げていく、自分のお金の器っていうのを広げていく必要もあるわけですよ。だからそういう意味ではやっぱり自己成長っていうのがすごく大事だと思うし、自分の日々の学び、日々のその研鑽によってどんどんね、成長していくし、その器っていうのも広がっていくと思うんですね。だから、そういうふうに考えていくと、お金っていうのはやっぱり あればあるほどいいですし、その明確に意識して、これに使う、こういうことのために使う、それも自分のことのためだけじゃなくて人のために、使うっていう意識を持っている人のところに多分お金って集まってくると思うんですね。その人の、何も目的がないとか、自分が、楽しむだけ、自分の快楽のためだけに使うっていうことだと、あんまりこう発展性がないというのか、お金っていうのはそういう人のところよりも、そういうもっとね、自分の持っているもの以上のもの、周りの人のために貢献したいっていう人のところに、集めたいと、まあ、お金からしたらね、そういうところに行きたいと思うんですよね。お金がね、もし意思があるとしたら、で実際多分お金っていうのはそういう人のところに集まっていくもんだと思うんですよね。だから自分は決してね、その、必要最低限のお金があればいいとか、生活、家族が生活していけるだけのお金があればいいとか、そういう考えには、まあ、なってダメっていうことではないんですけど、それはもう個人の価値観の違いなので、そういう選択をするんであればそれで別にいいと思うんですけど、そういう場合、そういうふうな意識の場合はやっぱり必要以上のお金って集まってこないと思うんですよ。それはもうやっぱ自分の意識で決めてしまっているからです。必要以上のお金がなくていいっていうふうに決めてしまっているからです。でも自分の、必要以上、自分が想像する以上のお金を得たいと思ったら、それはやっぱり、大きな目標っていうのが重要だと思うんですよね。でその大きな目標とか大きな夢を持っている人のところの方が、自分のお金の器っていうのは広がりますし、そういう人のところにお金っていうのは集まるようになってると思うんですよね。だから、決してその自分の可能性っていうのを、狭めないでほしいなって思うんですよね。まあ、これは僕自身もそうなんですけれども、もっと大きく持っていいということです。想像の空間、情報空間っていうのは無限に広がってますから、この物理空間っていうのは、この物理空間の限界ってあるんですけれども、情報空間、自分のつまり想像の範囲でいうと、いくらでも想像の幅は広げることができるんですよ。自分がこんなことして、こういうことをして人の役に立ちたいっていう想像はいくらでもできるんですよね。だからそういうことを常に、持っといた方がいいんじゃないかなと、思うわけです。少なくとも僕自身はそのように意識してやっていきたいなということをね、思うんですよね。でまだまだね、自分の可能性って あると思うし、自分のその可能性を信じられるっていうのはもう自分しかないわけです。人
ればできない夢っていうのを描いていいんですよ。現状ではどう考えても達成できないっていう夢を描いた方がいいんですよね。でやり方は分かんなくていいんですよ。やり方は、ね、その後出てきますから、自分が意識を持った時点で、その後に出てくるものなので、やり方が分かってしまうような、逆にねやり方が分かってしまうような夢では、意味がないんですよね。自分が今現状ではどう考えても、達成できない、自分の現状ではどう考えても、ありえないだろうということを思い描いていいんですよ。でその方が、いいですよね。だもう思ったもん勝ちですよね、これは。まあそういうことをね、思います。だからどんどんね、大きな夢をね、持って共にね、やっていきましょう。で自分の意識、お金の器っていうのをどんどんね、そうすることで広がっていくということですよね。僕自身もそうやって考えると、本当100万とかね、1000万とか1億とか10億では本当少なすぎるわけですよ。それだけで、できることってたかが知れてるなって思うんですよね。だから、その1億とか10億っていうのが少ないっていう、ことではなくて、もっとこう壮大なことをしようと思ったら、もう 何兆何十兆っていうレベルで、思っておいた方が自分の意識が広がるっていうふうに思うんですよね。そういうことです。だからただ、その目の前のお金も大事にしましょうということです。もちろんそうですよね。目の前のお客さんに出していただくお金っていうのを本当に1円単位でいただいて、それがその何十億、何十兆っていうものにつながっていくと思うんですよね。ということですね、ちょっと思いましたので、まあ、適当に、というか何も考えずに